古文江上古ョウコは、鎌倉時代の前州僧侶。僧統州の第二祖、英平寺の第二世七月文英四年。再任、文英九年二月公安三年八月。死亡は、同校不祥国史。九条ため通りの子として、京都に生まれる。幼少の頃より、比叡山に登り、十八歳で出家支天大衆の学僧になる。 学識に優れ将来を職望されるが、実母に学問だけをして、偉くなるよりも、国威の秘族として、菅笠裸足でお来いし、再度主上を果たしなさいと悟され下山。24歳で、浄土宗西山派の昇空について、浄土教学を治めるが特進せず、さらに26歳の時、大和国東の峰に日本ダルマ州の里氏案を、尋ね禅を学ぶ。は、 サトシアンより因果を受け皇帝となるが、安定2年、幸福寺主との焼き打ちを受け非難を余儀なくされる。このような混乱の中、僧から帰り兼任時に寄遇していた道元の評判を聞き、発選を挑む。発選は数日に及んだが、ついに道元の所見が優れていることを認め、道元の方が二歳年下ではあったが、指示を願い出る。この時は道元自身が、 家具のみであることを理由に断られる。文脈元年、県民寺を出て、山城国深草に草案を結んでいた道元を訪ね、再び指示を願い出て許される。かて2年、道元が大見国共生寺を解散すると主座に任じられ、大衆の長老となる。以後、常に道元の身辺に随心し、道元の教えを記録し広めることに努めた。道元の著作。 消防現像のほぼすべてを整り、筆写し、現在残されている動書はすべて、絵状写本を底本としている。また、道元が日頃大衆に語った方法をまとめた、消防現像随文記を表した。動書は、道元の思想や、当時の前回の事情を知る上で書くことのできない一級資料とされている。絵状のもう一つの著作、光明像三枚は、 優れた全文学として評価され、夏目漱石は、これはわけの文つ人の運情なり、真の常識なりと賛辞を残している。任時2年、日本ダルマ州の総数十人が道元文下に改修する。この改修に、江城がどの程度関与していたのかは明確ではないが、少なからぬ役割を果たしていたことは、容易に推測される。年、道元入後、後を継いで、 英平寺二世となる。当時の英平寺は、道元の威風を守ろうとする保守派と、主上教家のために、道元が不要とした方式も取り入れようとする解放派が対立し、江城は常に、双方の朝廷、優和に努めなければならなかった。運営4年4月、日本ダルマ州時代からの法廷である通る通り、吉助に住職を譲るが、両派の対立が激化する。このため、 運営9年2月、吉助が辞任下山にし、江城が再任する。永平寺の住職となった後も、道元の寺社であるとの姿勢を修正変えず、道元の霊廟の脇に居室を建て、道元の鎮葬に生前同様に仕えたと言われる。また、自分が下重として道元と同列に祀られることを恐れ、自分の遺骨は、戦士の墓所の寺社の位置に埋め、期日には、 戦士の墓前に迎え供養を度胸するべしと遺言した。公安3年8月24日、病没。自分のために特別に法要が営まれることをい,とい8日間、営まれる戦士道元の期日法要のた日の、エコーに預かることを願い、願い通りになった。昭和5年、昭和天皇より、同行不詳国士の国志号の宣言を受ける。永平寺では、 消費度の入り口の扉を常に少し開けておくことが慣例となっている。これは現在でも江城が道元の美容所を見回りに登るとされているためである。また、夜中の薬料点検は江状と行き当たることのないよう、この時を外して行われているという、ありがとうございます。